激走戦隊カーレンジャー第3話、正義の初心者マーク、見ていきたいと思いまーす。楽しみだな。と、あと、なんか俺初めて YouTube で見るんだけど、毎週その2話ずつ上がるんだね。知らなかった。投稿するタイミングはちょっとわかんないけど、もうサムネも作んないし。ただ、やっぱ、面白いな。楽しみなんで早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますのでフォローお待ちしております。よろしくお願いします。いやー、やばいって。ぶち上がるよね、やっぱ。おもろい。当時、全然記憶ないけど。よし。はい。それでは、YouTube で再生していきます。3、2、1、スタート。カーレジャー。やべえ。でもね、まだあれなんだよね、ロボット出てこないんだなと思って。敵も大きくなんないんだよ、暴族も。こんなんだったかしらって思って。レッツゴー。Go, go! ティティン。本編開始。社長？社長。誰もいない。正義の初心者マーク。このアレンジめっちゃいいな。ちゃんと走り込みしてんな、みんな。階段だし。ひー。大変すぎるやろ。社長。見えないように。リリリ、立派な不真面目。すっげえ車だなお前。
挨拶して偉いけどな。どういうこと？どういうこと？わあ。子供、今のだけな。掃除機か。立派な不真面目。やべえな。コンカフェ行ってる時の俺こんななんだろうな。オーマイガー。やばい、アホみたいなアレンジなんだけど。いろんなアレンジあるんだな。嘘、奥さんと子供だったん？やばい、不真面目な掃除機になったな。解説ありがとう。どうした？あら、本当に4人だ。これどうやって撮影したんだろう？すげえな。ちゃんと解説してくれる。おう。ブルーレイさ、グリーンレイさ、こうか、イエローレイさ、ピンクレイさのこれかわいいんだよな。なんだそれは。ヘアピンキック、すげえ。
これか。ホイールスピンキック、かわいい。どうだろうか。でも、でも京介かな。ひでえな、なんか。あ、やばい。あ、真面目になったやん。てか、この白い子、前回もそうだったな。あ、泣かないで。テストドライブ。高そうな車やな。ああ、やばい。ああ、やばい。うわ、最悪。下品な。まあ下品だよな。行くぞ。かっこいい、やっぱ。しゃあ。ドライビングアタック。かっけえ。やっぱかっこいいよな。やっ
っぱかっこいいわ。お、ロボ来るか？させます。はい、やばいな。おお、来た。すげえ、ちゃんと歌も入ってる。やっぱここでオープニングは激アツよ。あら、うわ、やばい。お、間に合った。引っ越しすんの？そのまんま。カレンジャー知ってんだな。カレンジャー知ってんだな。あなたんとこの社員なんですよ。綺麗になったよな。カタカナなんや。カタカナ。いないんすよ。三オレンジ目ぐらいじゃない。めっちゃアレンジされるじゃん、オープニング。京介は？ああ。全員分って。カレンちゃん。いや、おもろかったな。おもろかった。やべえ。え、なんか、やっぱ、すごいな。こう、なんだろうね。やっぱこの、当時よ。メインターゲットの層の時は、わからんかったけど、やっぱり、
そっからこう、ちょっと歳をとってさ、撮影方法やら、何やらをちょっと気にするようになったりとかさ、あとなんか、バックで流れてるね、曲、そこら辺が、うわ、すげえなーって思ったりとか、やっぱり、なんかそっちの方でも楽しめたりするし、あと当時理解できなかった言葉を理解できるようになってるから、やっぱ面白いね。お、でかくなった。信号は青でも注意して渡らなきゃダメよ。おもろかった。いや、やばいね。やっぱ俺カレンジャー好きだな。いいね、面白かった。じゃあ次回もうロボットなんじゃない？でかいよ。大きくなってたからね。いやーすごい。面白いってやっぱ。そんなことはさせません。させます。あそこら辺とかやっぱ面白いよ。でも、なんだろうな、京介のさ、自分一人がいなくてもみたいなのがあったけど、俺はなんかやっぱりその自分のやりたいこと、自分の夢もあるんだけど、それよりもやっぱ地球を守ることも大事なんだみたいな、そういうのがあるし、あそこら辺やっぱかっこよかったね。でっかいナモが副総長にするって言ったらひどすぎん、あれ応援出さない方がいいよっつったのに、だってゼルムデがリリリを見殺しにするってグラッチ最低すぎだろすげえ、あそこら辺をなんかこうちゃんと理解できるようになってみるとまたやっぱおもろいね。いいなぁ。いやかっこいいぜ、やっぱ面白かった。第4話見よう。終わり。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますのでフォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますのでそちらのチェックもぜひ。ということで、激走戦隊カーレンジャー第3話、正義の初心者マークでした。ありがとうございました。あらに。